はい、ムチ TV のムチです。本日ご紹介する商品はいつもお世話になっておりますグローバルバイさんでいいのかなの商品提供でお送りいたします。グローバルバイさん、ありがとうございます。本日ご紹介する商品はグローバルバイさんご提供の IEGIC さんの商品のご紹介です。本日ご紹介する商品はこちら。はい、絵で見てわかるようにソーラーアウトドアスポットライトのご紹介です。よくね、最近、前回もねライト紹介だったか、今回またちょっとメーカーさん違いますけども、あの庭のね、軒先とか、あとは玄関、門中から玄関に行くまでの間に、足元照らしたりね、あとはどうだろうな、壁につけて、足元を照らしたり、あとはガレージのシャッターの前に設置したり、そういうのをしている方結構入れる、結構見受けられます。そういうようなまさにライトで、箱も大きめですが商品もしっかりした大きさです。明るさもすごいあるので、ぜひ今回楽しみにしていてください。ではね、箱の中身見てみましょう。はい、箱の中身は説明書、取扱説明書入ってます。取扱説明書、ちゃんとこういうような感じで、日本語の表記になってる説明書が入ってますんで、大変わかりやすく設置できると思います。あと、コンクリート壁とかね、そういうところに設置できるビスと、それにね、付帯するものもすべて入っております。はい、本体はこちら、じゃん。はい、結構大きめです。こういう感じで大きいんですけど、これね、箱の中に入ってるときは分割して入ってます。こういうふうに、よいしょ。ここね、これ、地面に刺して使う場合の、ティグっていうか、パグっていうか、なんだっけ、こういうのね、グッと刺して、土に刺して使うバージョンのと、あと、ここに壁に穴、3個3つ穴が開いてるんで、壁にこういうふうに設置して、太陽光パネルを向けて、スポットライトを調整する、新たからすとこね、っていうふうに設置できます。はい、で、その辺はね、工夫次第でいろいろ設置方法はできると思いますが、基本的なのは壁につけるか土に埋めるかっていう、2つのパターンで設置できるような仕組みで製品の構成はなっています。で、こちらに大きい太陽光パネルね、これ今保護フィルム剥がしてないんで、ちょっとモヤモヤしてますけど、ツヤツヤです。こちら太陽光パネル。で、ここにセンサーがついてるので、暗くなると自動的にライトがつくようになってます。はい、ライトは4灯の LED タイプになっていて、ここに IEG グッとしっかりガッツリ入ってます。はい、で、結構ね、こういう感じで大きいライトなんで、ちゃんとね、軒先があるような家とか、玄関ポーチが長い家とか、あとはシャッターがあってね、ガレージのシャッター前につけるとか、結構本格的なライトとして使用できると思います。太陽光パネル側、この太陽光パネル側の裏に、こういう風に、スイッチがついてます。スイッチが、ここに、この防水のゴムのになってて、わかるかな？ちょっと待って。ここ押しますね。よいしょ。押しますと、1回目、2回目、オフ。1回目、2回目、オフ。で、1回目で常夜灯って一応説明では書いてあります。で、2個目が結構明るいスポット。ていうかね、どっちも明るい。これでも、この状態でも結構明るいんで、夜なんかはね、十分この明るさで足元と、照らすことができるんじゃないかなと思います。あと、これはね、一概になんとも言えないんだけど、ね、製品の改造になっちゃいますけど、ここ開けると、実は、スポットライトとソーラーパネル分割できます。線があるんですよ。こういう感じで。なんで、ここの、このね、線のとこ延長してしまえば、正直言うと、ソーラーパネルだけ外、で、ライトだけ中とか、そういう使い方もうまくやれば、ちょっとね、器用な人、そういうの得意な人だったらできると思います。そうすれば、例えば、ガレージの外にこの太陽光パネルを設置して、スポットライト自体は家の中とか。で、暗くなると、もう自動でつくと。で、一つだけ難点は、これ、暗くなるとつく。こうやって暗くなるとつく。センサーはこっちの太陽光パネルの方についてるんですけど、ソーラーパネルね。暗くなるとつく。
暗くなるとつくっていう仕組みなんで、そういうのを考えるとオートじゃないです。人が近づいてくると電気がつくんじゃなくて、暗くなると電気がついてしまうので、その辺だけ、うまく工夫してつけられるといいと思います。なんで、例えば夜になったら必ずずっとついてるもの、下手すると、なんつうんだろうな、野外にあるオブジェの照明スポットとか、そういう感じに使った方がいいかもしれないですね。人が通るとつくとかじゃなくて、もう常につきっぱなし。暗くなると、周囲が暗くなると自動的にこういう風につく。暗くなるとつくっていう商品なんで、その辺は、うまく商品を活用して、やられるといいかなと思います。なので、太陽光がしっかり当たるところ。で、なおかつ常に夜は光らしたい。明るくしときたいなっていう場所なんかに設置するのに向いてると思います。このアイジークさんの製品、私下の方にね、いつもね、Amazon のリンク貼っておきますが、この太陽光パネルシリーズ、太陽光パネルだったり、電池タイプだったり、いろいろあるんですけども、こういう間接照明だったり、スポットライト、照明類、の部類の製品がね、5、6種類、もっとあったかな、出ておりますんで、ご自身に合ったね、製品を選んでご購入されるといいかもしれません。私が今回ご提供いただいたのは、このスポットタイプのしっかりした、ちょっと大きめのね、ボリューミーな、商品でしたが、それ以外にもね、前回にご紹介したような、なんか壁にかけて使えるような商品とか、小さめのね、手のひらサイズぐらいの照明とかもありますんで、そちらもね、参考になさって、こういう照明をお探しの方はぜひチェックしてみていかがでしょうか。こういうのね、ほんとあると、安心して、やっぱ暗いとね、心配ですけど、こういうのがあるだけで安心して足元とか照らしてくれるんで、夜の帰り道とか、そういうのが心配なく家に帰ってこれるなとか、そういうのがあると思います。あと、太陽光パネルのいいところ、昨日も一昨日か、ちょっと前かな、あげた、水で動く時計とか、あれはまあ確かに時計だけなんですけど、こういうの太陽光のパネルで、太陽電池によって蓄電したものを夜使うとか、暗くなったら使うっていう仕組みのものなんで、例えば、あんま起きても欲しくないですけども、いつも話してるように、311のあの震災の時とか、計画停電だったり、実際に本当に電力が送電できなくなっちゃったなんていう時も、電気が来てなくても、この太陽光、昼間の光の明かりだけでね、蓄電した電気によって、明るさが保てる。こういうものがあるとね、家の中にあったり設置されてると、あれ、停電してるって言っても電気がつく。とかね、電気が送電されてなくても電気がつく。そういうね、事態になった時にも、何か、外してね、使えるとか、安心してそういうものにも活用できるのかなっていうふうに思います。なので、この太陽光パネルシリーズっていうのは結構大事かなって、これからの時代とか、日本みたいな災害とか、そういうものが多い、国にはすごくね、活躍できるのかなと。あと、普段の使い方としては、電気を、太陽の光を、いただいて、ね、蓄電して、電気を夜つけるってことなんで、大変ね、エコなのかなっていうふうに思います。はい、以上本日ご紹介した商品はこちら、グローバルバイさんご提供の IEGIC さんのスポットライト、太陽ソーラーパネル付きの IEGIC さんのスポットライトのご紹介でした。こちらの商品の概要は下の概要に、Amazon のリンク貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。このスポットライト、ソーラーパネルタイプのスポットライト以外にも、IEGIC さんのライト関係、その他の商品の方で、見れるようになってますので、そちらからチェックしてみてはいかがでしょうか。以上、ムチ TV のムチでした。チャンネル登録もお願いいたします。ではまた。